クソ、この店絶対おかしいだろ。もう20万も負けてるぞ。俺の名前は熊本。これといった特技もスキルもない30歳のフリーター。ただいま電話に出ることができません。親のくせに着信拒否かよ。倍にして返してやろうってのに最悪だよ。ブラックワールド。定職にもつかずバイトで食いつなぎ、バイト代と親から仕送りされた金を趣味のパチンコに毎日使ってるうちに、最近は親からも見放されてしまい、金を借りるあてもなくなってしまった。しかしこんなどうしようもない人生をだらだら送っている俺を神はまだ見捨てていなかった。はあ？不要不急の外出はするな、だと？パチンコ行けなくなったらどうすんだ？ふざけんな！世界中で猛威を振るっている新型ウイルス、これのせいで俺の一発逆転も不可能になったかと思った。その時、給付金？なんだそれ。この未曾有の事態に政府が打ち出した個人事業主への持続化型給付金の支給が決定されたのだ。待てよ、個人事業主って虚偽の申告をしても、もしかしたらバレずに大金が手に入るんじゃないか。あ、いえいえ、バレたらさすがにやばいか。詐欺だよな。でも今やってるバイトじゃ到底稼げないような額が何の苦労もなく手に入る。そうだよ、どうせ審査されたら嘘だってバレて申請自体が通らないだろうし、今の俺に失うものなんてないんだから、運試しみたいなもんだろ。俺はかったるかったバイトをすぐに辞めて、軽い気持ちで個人事業主のデザイナーとして給付金を申請してみた。はあ、もう全財産が尽きる。家賃も払わないといけないしな。寝台入れ替えか。金ないけどパチンコ行きてえな。あ、あれ、このハガキ、え、マジかよ。中を確認すると、先日申請した持続化型給付金の審査が通ったという内容が書かれていた紙が入っていた。1、10、100、1000万。やべえ、俺の通帳にこんなに金が入ってる。最高だぜ。俺の現在の貯金額、審査ザルかよ。マジで人生イージーモード。新型ウイルスありがとう。俺は嬉しさのあまり、つい勢いで SNS に投稿してしまうと、本当に困ってる人もいるんですよ。こういうやつは地獄に落ちろ。普通に犯罪だろ。捕まれ、詐欺持つなんて妬みのコメントが大半だったが、それより目に留まったのが、審査を落ちました、お願いします、何かコツとか教えてください。どうやったの、どんなことでもするから助けてほしいと、俺の話に食いついてくる人も現れた。俺の偉大さがちゃんと理解できるやつもいるな。こんなにお願いされるなんて神様にでもなった気分だ。もし本当に申請が通ったら1割あげるから教えてほしい。あれ、これって金になる情報？俺すごいことに気づいたかも。このノウハウって売れるんじゃないか。知りたいやつ、前払いで1割払ってくれたら教える。まあ実際申請通るかはお前たち次第だけどな。そんな俺の言葉に本当に金を払うやつが後を絶たなかった。マジで金稼ぐの余裕、パチンコ行き放題じゃん。俺神超えちゃったかも。まあ神を超えた俺でも運や確率には勝てず、結局稼いだ金は1週間もしないうちにほとんど溶けた。でもこのノウハウがあればまだまだ金は稼げる。こっからでも人生逆転できるんだよな。お前熊本か？山口？高校の同級生だった山口。そんなに仲が良かったわけではないが、スクールカースト最下位だった俺たちは何度か話したことがあった。お前今パチンコ屋から出てきたよな、勝ったのか？ああ当たり前だろ、俺は勝ち組になったんだからな。あ、そうか、いきなりで悪いんだけど、
ちょっと話したいことがあるから、そこの居酒屋寄らないか。話したいこと？頼む！この通りだ！金を貸してくれ！は？なんで俺が？山口はどうやらニートのようで、実家を追い出され寝カフェ難民になっているようだった。もう金がなくて寝カフェにも泊まれない。お前人生勝ち組なんだろ？必ず返すから貸してくれ！はあ、まずはそのお前って呼ぶのやめろ。金貸してほしいって頭下げてる時点で対等の立場じゃないだろ。そうだよな。悪かった。熊本様、熊本様だろ、貧乏に。熊本様、お金を貸してください。俺はさ、天才だからこうして働かなくても金が稼げてるわけ。お前がこれから働いても稼げないような金額を。それはどうやって稼いでるんですか？は？そう簡単に教えるかよ。SNS でこの情報を売ってるんだけど、結構高いんだよな。お前に前払いできるわけ？できないよな。土下座しろよ。そうしたら教えてやる。教えてください。持続化型給付金。それって個人事業主が対象のだよな。熊本は個人事業主なのか？様をつけろよ、デコスケ野郎。俺は働いてないってさっき言っただろ。記憶力もねえのかよ。すみませんでした。それでどうやって稼ぐんですか？調子に乗んなよ。お前の土下座にそこまで教えてやる価値はねえんだよ。その小さい脳みそでよく考えるんだな、バーカ。そんなの約束が違うだろ。お前に頼むんじゃなかった。帰れ帰れ。そんなに金が欲しいなら貧乏人らしく働け。あ、そこのお兄さん、バンバン酒持ってきて。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、酔っ払ったな。それにしてもあいつの土下座姿最高に笑えたわ。たまには庶民と飲むのも楽しいな。よし、これからもバンバン稼ぐぞ。俺はもう山口みたいに底辺で生きるのなんて絶対嫌だ、そう思っていた。それから数日後。誰だこんな昼間から。これからパチンコに行かないといけないから忙しいんだよな。すみません、熊本さんご在宅ですか？はい、私が熊本ですけど、どちら様ですか？怪しいものではございません。警察のものでして、少しお話を聞きたいのですが、扉を開けてくれますか？近くで事件でもありましたか？熊本さん、あなたに詐欺の容疑がかかっていまして。詐欺？俺が？ええ、少し署でお話を伺いたいのでご同行。俺が実際詐欺行為を行ったのは最初の一回きり。心のどこかで罪の意識がなくなっていたのだろう。こんなはずじゃ。普通に考えれば、一度犯した罪が何のお咎めもなくなかったことになんてならない。警察の話によると、山口と一緒にいた居酒屋の店員に俺が話していた内容が丸聞こえだったようで、不審に思われて通報されたようだった。さらにその通報以外にも、俺のやっていることをリークする通報もあったらしい。きっと山口に違いない、逆売りにしやがって。証拠品として警察の手に渡った俺のスマホの中には、言い逃れのできない SNS でのやり取りなどが詰まっていた。熊本さんね、これは立派な犯罪なんですよ。自覚あります？はい、申し訳ございません。初犯だったために執行猶予付きで済んだものの。おい、お前何やってんだよ、つっかえねえな。すみません。不正受給した給付金を返そうにも、その全てをパチンコに注ぎ込んでしまっていた。おまけに犯罪歴のある俺を雇ってくれるところなどなく、過酷な肉体労働を余儀なくされた。え、来週から時短営業？
これ以上シフト減らされたら俺家賃払えませんよ。そう言われてもね、うちも困ってるんだよ。俺は熊本フリーターだ。長引く感染症の影響で勤務時間が短縮され、カツカツの生活を送っている。何かあると真っ先に影響を受けるのは俺みたいな社会的弱者だ。くそー、今日はついてないな。こうなったら一発逆転を狙うしかないと、馴染みのパチンコ屋に行くと店は閉まっている。何をやってもうまくいかない。俺の人生罪だな。家に帰り、俺はカップ麺をズルズルとすする。今週はカップ麺とスナック菓子しか食べていない。腹に溜まれば何でもいいし、それが安ければ安いほどいい。こんな食生活じゃいずれ体を壊すかも。あーでも体壊したら国が面倒見てくれるかもなんて考えてると、あるテレビのニュースが聞こえてきた。次は持続化給付金のニュースです。国は新型感染症による経済の悪化の影響を受けた中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の現金を給付する方針を固めました。100万？100万欲しさに俺は内地を絞って考えた。自慢じゃないが俺は商業高校出身で日商簿記2級を持っているし、すぐにクビになったが税理士事務所でのバイト経験もある。確定申告の書類を偽造し、ダメ元で持続化給付金を申請してみると、本当に100万もらっちゃった。俺って天才かも。これでしばらく遊んで暮らせるぞ。給付開始当初は困窮する国民に素早く現金を届けるため、国は民間に丸投げで審査はガバガバだったのだ。ん？ちょっと待てよ。国に嘘の申告をして金をもらったってことはなんかやばいかも。返した方がいいのかな。はあはあ、でも俺も食べるのにも困るほど困窮してたし、まるっきり嘘ではないわけで、まあせっかくくれたんだからもらっておこう。俺はすぐにバイトを辞め、朝から晩までパチンコ店に入り浸るようになった。勝っても負けても常連客には缶コーヒーをおごる。なんせ100万円稼いだんだから、それぐらい惜しくもない。よう山口、相変わらず冴えない顔してるな。これ飲めよ。山口はパチンコ仲間のニートだ。いただきます。俺の親父観光バスの運転手なんだ。自粛続きで仕事がなくて、とうとう先週から自宅待機になって、そしたら親父俺に働けって言うんだよ。働かないなら出てけって。長年ニートのお前が今さら働けるわけないよな。仕方ない、簡単に金を稼ぐ方法をお前にだけ特別に教えてやる。俺は山口に持続化給付金を不正に受け取る方法を説明した。そんないい方法があるのか。でも俺熊本みたいに計算したり書類作ったりできないぞ。じゃあ俺が申請手続きしてやるから手数料35万払え。わかった。手数料払っても65万円手に入るしな。そんな山口の様子を見て俺はひらめいた。これいけるんじゃね？と、金に困っているやつは目の前の金に弱い。何もしないで手に入る65万に目がくらみ、バカ高い35万の手数料は気にしない。まあ簡単に金を稼ぐ方法があるんだけど興味あるか？なんかそうだけど聞くだけなら。山口はすぐに65万を使い切り、再び俺に泣きついてきた。俺は金をやる代わりに山口にパチンコ屋の常連に持続化給付金の不正受給に勧誘させた。山口を前面に押し出し、俺は陰で奴を操る。そうすれば何かあっても俺は安全だ。うっしゃしゃ、使っても使っても金が溜まっていく。これも世間知らずニートの山口のおかげだな。俺は山口に俺と連絡を取るための専用の携帯を渡し、誰も見ていないところで連絡するようにきつく言っている。俺の存在を誰にも気取られてはいけない。あなたも簡単に100万円を手にしてみませんか？送信と。
今月のノルマを達成しないとまた熊本にネチネチ嫌味言われるからな。山口は SNS を使って給付金詐欺の申請者を募集していたのだ。その頃すでに持続化給付金の詐欺で逮捕者が出ていた。俺は山口を切ることにした。トカゲの尻尾切りだ。動くな。持続化給付金詐欺の疑いがかけられているので話を聞かせてもらえませんかね。給付金詐欺、そんなの俺知らねえよ。山口さん、あなたが大学生やフリーターに SNS で声をかけて持続化給付金を不正に受け取らせていたことは分かっているんですよ。いや、それはある人に頼まれて仕方なく。待ってくれ、本当なんだ。詳しいことは署で話を聞きますから。その人との LINE のやり取りを見てもらえれば俺は使い走りだって分かるはずだ。あれ、携帯がない。カバンの中に入れていたのに。こうして山口は逮捕された。ヒキニートが組織化して給付金詐欺を働いたとネットでも話題になった。狙い通り俺に捜査の手は届かなかった。くそ、熊本のやつ俺を利用しやがったんだ。絶対許さないからな。今に見てろよ。その頃俺はネットで潜伏先を決めていた。北海道、いや沖縄も捨てがたいな。金もあるし本当ならワイハにでも行きたいところなんだけどな。バカな山口のおかげで狙い通り逃げ切れそうだぜ。こんな時間に誰だよ。って警察か。航空券を予約して荷物をまとめているとインターフォンが鳴った。どうやら山口が隠して盗聴や盗撮をして証拠を押さえていたらしい。俺はあと少しというところで警察に捕まってしまった。いや、どこに逃げたとしてもきっと捕まっていただろう。俺は人助けなんだよ。仕事が減って生活していけない人や、授業料が払えずに退学寸前まで追い詰められた大学生、困ってる人に金を届けただけだろ。やり方はまずかったかもしれないが、みんな本当に困ってるんだよ。俺はこの男の言うことを聞いただけです。こいつが首謀者です。山口は俺の裁判に検察側の証人として出廷した。あいつは証拠になるようなことを事細かに日記につけていたのだ。その後俺は最大規模の給付金詐欺グループのリーダーとして懲役刑を課せられた。ネットに顔や名前を晒され、出所してもまともな職につけないだろう。なんでこんなことに。軽い気持ちで始めた給付金詐欺、これは立派な犯罪だ。みんなもうまい金儲けの話があったとしても、その誘惑に負けないようにしてほしい。そうしないと俺みたいな希望のない真っ暗な未来を迎えることになる。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。